ちは、社会保険労務士の下村です。今日の動画はですね、社会保険労務士が副業でやるべき仕事5選というようなお話をしていこうと思います。今回の動画は副業にコミットしてお話をしていこうと思います。なんでかっていうと、今私のこの動画を見てる方で、おそらくどっかで勤務されてたり、今現在副業でやられてる方も一定数いるというふうに思っておりますので、ぜひそういう方向けに参考になってもらえればなというふうに思うんで、この動画を収録しております。はい、じゃあ早速いきましょう。副業でやるべき仕事5選ということで、5つ紹介していきます。1つずつ言っていきます。1つが、セミナー講師ですね。セミナー講師、これはマジで副業だとめっちゃいいのかなと思います。で、なんでいいかっていうと、セミナー講師って、まあおそらくこの日にお願いしますというふうに言われるじゃないですか。そう、それに向けて、夜でも準備できるしっていうのは、副業でもできるという意味で、このセミナー講師いいのかなと思います。まあ仮にね、そのセミナー講師が、平日だったとしても、だいたいセミナー講師って、何ヶ月後のこの日にお願いしますというふうに、まあ、言ってもらえることが多いと思うんで、まあ、それに向けて準備をする。だから日程も合わせやすいですよね。まあ、例えば、会社員だったら、有給休暇使って、やるとか、まあ土日だったら普通に行けるとか、まあそうやって休みをうまく使って、やりやすいんじゃないかなというふうに思います。そして、一つのこう、副業でもね、セミナー講師って、もちろん案件にもよるんですけど、まあそれなりに、お金がもらえたりするわけです。まあそういう意味でもいいのかなというふうに思います。そして、セミナーをやってくれる企業って結構大きいところが多いと思います。例えば、社労士会だったり、商工会、あとは企業、どっかの企業、大きい企業が、依頼してくれることもあると思います。まあそれは、人それぞれ依頼先が違うと思うんですけども、まあそういうところ、そういう企業にね、自分から当たってみれば、もしかしたら、この仕事獲得のチャンスがあるかもしれないんで、ぜひやってみるのいいのかなというふうに思います。で、実際にね、私もこれ、セミナー講師副業時代にやったことがあります。正直ね、めっちゃ楽しかったですね。もうこれめっちゃ楽しかったです。これね、今後もやっていきたいなというふうに思ってますんで、最近でもですね、私はちょこちょこセミナー講師の方はやっております。そして2つ目ですね、はい、ここから王道業務、社保手続きですね。はい、これぞザ社会保険労務士って感じなんですけども、まあこの社会保険労務士の独占業務、社会保険手続き、これをやっていくのが、これはめっちゃいいと思います。っていうのはですね、これ副業だったら超いいんですよ。なんでかっていうと、今って電子申請の時代で24時間365日申請が可能なんですよ。まあそういう意味でね、この社会保険手続きっていうのは、すごくいいなって思います。で、3つ目、給与計算ですね。給与計算、これも、同じで、でももちろん、期限締め日の関係で、期限は仕事の納期っていうのは、結構厳しく設定はされるんですけど、まあそれでも、副業で全然可能な仕事だと思いますんで、そこはやっていければいいのかなというふうに思います。そして、4つ目、就業規則ですね。就業規則、これめちゃくちゃ私の中で、一番好きな仕事ですね。そう、就業規則すごくいいと思います。これね、全然副業でもできます。まあ例えばお客さんと多少なりとミーティングは、私はした方がいいのかなというふうに思ってるんで、ミーティングはします。まあそれもね、お客さんの都合とかもあるとは思うんですけども、自分自身が会社員で副業としてやってるのであれば、まあその旨も伝えて、迷惑にならない時間で日程調整して話していければいいと思います。それで、そして、その就業規則を作る作業の時間はですね、まあ夜でも全然できると思います。なんで、全然就業規則いいと思います。そして就業規則のいいところは、めちゃめちゃ単価が高いというところですね。 そこがめっちゃいいと思います。そう、まあ一般的には、ね、確か15万から、30万ぐらい、一般的な相場というふうに言われてると思いますんで、結構単価高いですね。なんで1件か2件取れれば、まあそれなりの収入にはなるし、そう、すごくいいなというふうに思います。ラスト5つ目、これね、社労士の殿下の宝刀とも言ってもいいと思うんですけども、助成金ですね。助成金、そう、やっぱり副業でも助成金って結構、いいなというふうに思います。で、1個だけネックなことがあります。それは、行政との連絡が昼間にしかつかないと。ここですね。ここは確かにネックなんですけども、ここを何としてでもクリアさえできれば、かなり副業としては、いいのかなと思います。そう、助成金ね、これね、私も積極的に最初はやっていったんですけど、もちろん、積極的にやりすぎると外れ案件ってめっちゃありますよ。めっちゃあります。
例えばスポットで助成金を受けると、その会社は要件に当てはまってないとかいうことが途中で気づく、そう、最初の段階で気づけないっていうのは結構あったんですよ。そう、そういう外れ案件っていうのも、まあ、確かにあるはあるんですけど、そこの見極めっていうのもかなり力がついてくると思うんで、ぜひ助成金っていうのは手を出してみてもいいのかなというふうに思います。最近で言うと特に多くの企業が該当しやすいのが業務改善助成金っていうものがあって、そう、そういうものは結構いいのかなというふうに思います。はい、そんな感じで私が思う副業でやるべき仕事5選というようなお話をしてきました。このお話が参考になったなというふうに思いましたら、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてコメントの方をぜひよろしくお願いします。ということで本日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。